間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今回ご紹介いたしますのはブルガリアの新作バイオリンです。製作家はステパン・デミルジャンという人の2017年まさに出来たてのバイオリンです。以前の動画でも説明したことがあるのですが、ブルガリアとクレモナは結構以前から交流が、制作者の交流がありまして、ブルガリア人もかなりクレモナにで活動している人も多いです。この制作家のデミルジャンは、クレモナではなくまだ現地、ブルガリアで制作をしております。そのために現地制作の場合、やはりイタリアクレモナで作るよりは価格が安く抑えられるという傾向にありますので、クレモナで作ったバイオリンよりはかなり低価格で同品質のものが手に入るということになろうかと思います。ご覧いただいてお分かりのように、作りや仕上げはまさにクレモナ風といって、良いかと思います。裏板はこのような2枚板になっております。比較的木の細かいフライターの材料を使っていると思いますが、イタリア人クレモナのイタリア人製作家のようにこの木を黒く出すために、最近のイタリア人製作家は木をかなり黒く染めているような、それが薬品の処理なのかニスの処理なのかはちょっとわからないんですが、かなり濃く出している、わざと濃く出すように処理している制作家が多いのですが、この制作家は、従来の私が見た20年ぐらい前の、イタリア人の制作家の本当典型的なイタリア新作の仕上げで、あまりこの木を強調して、黒く出そうとしていません。自然な仕上がりです。この方が私は非常に仕上がりが綺麗だと思います。私の個人的な好みから言えば、木を、あまり黒く強調して、出すような処理ですと、ちょっと安っぽく見えると言いますか、ドイツなどの量産品のような仕上げに見えてしまうので、やはり、木をはっきり濃く出したいというのはわかるんですが、アンティークフィニッシュでない限りは、やはり、あまりその木を濃く強調しない自然なままの方が、このようなニスの美しさが引き立つのではないかと思います。その点で、最近のイタリア人の制作家、その裏板の木の出し方の処理に関しましては、私はちょっと疑問というか、を持っているところです。このブルガリア人製作家の楽器にはそのようなところがないので、非常に私自身は好ましく思っております。音の印象ですが、非常に芯のある充実した音と言えると思います。芯のあると言いましても、そのカチカチの芯のある感じではなく、低音も充実してかなり深い鳴り方をいたしますし、高音もキンキンした鳴り方ではありません。ですからその辺も、イタリア新作にありがちな低音が響かない、高音がキンキンする
というような形ではなく、かといって板を薄くして、軽く鳴らせるようにした、ちょっと芯のないぼやけたような音ではありません。そういう面でも非常に好ましい楽器ではないかと思います。皆様からの試奏のお問い合わせをお待ちしております。